はい、いつもありがとうございます。45回目ですね。サッカーのイマキュレートです。今20時19分ですね。2回埋まるんだったら、ね、反転ドラフトを募集すればよかったなってちょっと思ってますけどね。どっちがいいですかね、皆さんね。2ケース使って、ワンスポット、まあ倍ですけどね。2万6000になりますけど、反転のがいいか。まあ、抽選次第なんでしょうけどね。真ん中の方がちょっときつくなるんですよね、反転ドラフトはね。1ケースずつのがいいんですかね、やっぱりね。はい。参加しやすいという利点はありますよね。ワンスポット1万3000ですとね。それは確かだとは思うんです。はい。まあ、45回目やりましょう。はい。16ヒットドラフトですね。いつもと同じです。抽選回数を決めてから、抽選、ランダマイズして抽選、ね、ドラフト10を決めます。で、店長が開封して16種類に分けた画像を、Twitter の、ね、もう一つのアカウント、カスタマーズヒッツの方に番号付きで掲載いたします。お客様はそちらをご覧になっていただいて、店長の Gmail アドレスに、翌日の夜8時までに、はい、メールの方をお願いいたします。必ず Gmail アドレスの方にお願いします。あとは、なるべく早いと助かります。はい。すいません。はい。いつも皆さんね、朝来るともうかなりもう順位、いいとこぐらいまでね、スイスイ進んで助かっております。はい。皆さんのおかげです。はい。こうやってね、スイスイ。2ケース、あ、OK、やりますっていう感じになってますからね。はい。じゃあ、抽選いきます。はい。ランダマイズする回数です。はい。ね。サイコロ様とランダマイズね、あ、違う、サイコロ先生とランダマイズ様ってお客さん言ってますよくはい、じゃあいきますね。1と1の2は振り直しです。いきます。はい、あ、飛び出たけど大丈夫ですね。見えてます。はい、3と5で8回。はい、じゃあいきます。8回抽選。1 2 3 4 5 6 7で次8回目いきます。せーの、ポチ。はい、出ました。ドラフト1位は SAT さんです。ドラフト1位は SAT さん、おめでとうございます。8回目になっております。こちらに貼り付けます。はい、45回目のイマキュレート、ドラフト1位は SAT さん、おめでとうございます。ドラフト2位クロクロさん、ドラフト3位 K331 さん、ドラフト4位 NOK さん、ドラフト5位 DK さん、ドラフト6位ココさん、ドラフト7位ジャンポケさん、ドラフト8位 TSK さん、ドラフト9位 NSR さん、ドラフト10位、NOK さん、ドラフト11位ササさん、ドラフト12位 NS さん、ドラフト13位、笹さん。ドラフト14位、KMS さん。ドラフト14位、NOK さん。ドラフト16位、SCH さん。となります。はい、じゃあ45回目のイマキュレートです。はい、よろしくお願いします。同じく、ボックスを取り出して、小箱を取り出して、後ろのテープをカッターで切って、で、5箱連続でチェックします。よいしょ。はい、じゃあ、小箱取り出します。1分少々お待ちください。はい、これ5箱目。はい、で、テープを切っ
ていきます。46回目も現在募集しております。ホームページの方46に、してあります。ぜひご注文ください。今週ね、休み明けに開催できるといいなと思ってます。あ、いいか。じゃあこれで、はい、じゃあこれ一箱目いきましょう。はい、45回目のイマキュレートよろしくお願いします。はい、最近トシちゃんベースカード見ないな。はい、ライオンです。16-75 ミゲルのライオンさん、よいしょ。はい、はい、まず、ライオンさん。はい、2枚目、デブリン1-35ですね。1番、一応1番です。ベルイ。はい、次はダブルジャージのネイマールです。15-49、これバルサ。バルサのこれ2カラーですね。上はちょっとなんか総集生地っぽいです。はい、で次パッチですけど、あまりね見ない、シレッセン24-25パッチですね。3カラーになっております。ソロマテリアル、これバルサ、これ重要ですよね。はい、でレデンプションです。選手誰でしょうか。ビダルです。はい、ビダルのモダンマークス、横型のオンカードオートですね。紙系の横型のオンカードオート。はい、次は、プレミアムパッチオートのアルダトラ、22-35です。2色になっております。バルセロナ、ビダル、アルダトラン。で、この箱の最後は、はい、そこそこ上位で取られますね。ミリートさん。55-99。インテルの、はい、レジェンドでしたっけ。はい。ね、まだ若いらしいですね。はい、まずミリート1箱目でした。はい、2箱目。誰だ？フィリッペ・アンダーソン。はい、66-75でラツィオの方。よいしょ。よいしょ。はい。で、2枚目はコロナさん。45-49。で、次はハットトリック3つ窓のトーレス。24-30です。アトレティコで、次はパッチでアルナウトビッチ、6-35ですね。はい、名前っぽいのかな。 U かな。U は何しに行ってようと思って。はい、レデンプション、パッチオートのベラッティ。まあ。はい。マルコ・ベラッティ。パッチオートですね。人によって枚数違うので、ちょっとドラフトされる際は確認してからの方がいいと思います。はい。でも通常のパッチオートです。はい。で、2枚目は、ドスサントスさん。はい。18-75。これはメキシコですね。メキシコの10番。で、2箱目の一番下はゲッツ。はい、さっきのベラッティのレデンプション、これですね。多分ノーマルだと思うので、50枚スタート、大体の人は。ですね。あと人によって違います。26-50のゲッツ。はい、で、3箱目。はい、まず、ミリック。35-75。よいしょ。はい。はい、ミリック。2枚目は、ハメス。はい。ハメスは25-49です。で、次ですね。はい。
パッチですけど、まあ、あのね、申し訳ないです。選手はね、はい、全然でもね、いいですよ。はい、いきます。せーの。4分割きた。ペペですけどね、4分割系です。はい。来ました、ペペちゃん。4-4。ポルトガルのジャンボパッチ来ました。なかなか出ないですよ。この4分割系ですね。4分割、3分割とかみんな言ってます。はい。4分割ですね、まさにね。右上の部分。4-4です。はい。まあ、ペペちゃん。はい。ね。許してください。はい。はい、でもまあ、パッチ、ね。OK でしょ?はい。で、店長自分で言い聞かせてます。はい。いや、次もいい。次もいいですから。はい。とりあえず、ペペちゃん。ジャンボパッチの4分割系です。なかなか出ないですからね、4分割系ね。はい。一応、プッシュしてます。で、次も、ダブルパッチなんですけど、シュワンシュタガーのドイツエンブレムの中ですね。下は名前のどこかなと思います。5-35。はい、ドイツのエンブレムの、こっちですね。はい。ね。FUSSBALL のとこですね。左下のあたり。はい、いいパッチです。ジャンボパッチにダブルパッチ、両方ロゴが入っています。はい。ニャコミニーですね。で、トビン・ヒースさん18-35。アメリカの女子ですね。はい。あれ、さっきも見たよ。マーチェッティですね。72-75。はい。で、次、一番下なんですけど、あまり見たことないです。そんなに見たことない。カードの種類が少ないかもね。ノイアーです。モダンマークス。4-50なんですけど、インサートされているカードの種類がノイアーさん少ないはずです。店長も数回ぐらいしか見てないと思います。はい。この間ペペの3、あ、ペ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 レの31枚のシールオート出たでしょ。あれも結局、ね、ファンパス店とか200ぐらいいきます。まあ、いわゆる発行枚数がこのプロダクトで、ね、そのカードは31枚しかないですよとか、合計のプロダクトでこのね、ノイヤーも多分少ないと思いますんでね、その辺も考慮してドラフトされた方がいいかと思います。そんなにいっぱいは書いてないです。はい。で、4箱目。トシッチ来ない。ハムシック。22-75。トシちゃんリーチ来ないな。はい。どうでしょう。はい、まずハムシック。で、2枚目はウォルコット。12-49。で、3枚目はゲッツ。16-49。ですね。で、ここトリプルのパッチ、アンドレ・ヘレーラですね。でもこれワン、ちょっとワンカラー、ここツーカラー、ここ、ギリツーカラー、スリーカラーなのか、あ、ツーカラーですね。16-25、スペイン。はい。で、バネガの25-35ですね。アルゼンチンですよね。ミッドフィルダーなんですね。期待の若手枠っていうとこですかね。はい。次も、期待の若手枠。デブルイネ。シールですけど、15-20、少ないです。はい。デブルイネも、はい。プライスは非常に維持しております。ね。はい。で、ラストいきます。せーの。ネイマールパッチオートで、はい。スリーカラーですね。ここちょうどバルサの、ね、継ぎ目のところでスリーカラーになってます。珍しいと思います。はい。2カラーじゃなくて3カラーちゃんとあります。ネイマールのパッチオート。はい。サインも非常に丁寧に書いてますね。非常に丁寧に書いております。ネイマール、バルサのネイマール。16-35です。はい、ネイマール。まあ一応、はい。
プリちゃん回避継続中ですね。よいしょ。プリちゃんもね、店長期待してるんでね、まずこれはステファネンコの7の75ですね。はい。はい。あ、そっか。ブーツがまだでしたね、これね。はい、ネンコさん。で、次がペッレさん。6の35。で、その次は、ジェフさんですね。4の49。こういう2からなっております。はい。ね。キーパーですけど、どこでしょうか。あ、シューズは、福ちゃん。福ちゃんです。30の50。で、これはどこでしょうかね。はい。何のメーカーですか。ちょっとアディダスっぽいのかな。ちょっとわかんないですね。アディダスっぽそうですけどね。日本線しかないな。どこでしょうな。わかんないですね。はい。ブーツメモラビリアです。で、3位は、カイルウォーカーですね。66の75。お、プレミアムパッチオートはヘネシーさん。はい、11の32。32、少ないですね。少ないというか、よくわかんない番号ですね。はい、ヘネシーさん、32。で、多分、アセテートはこれ、101しかないと思いますからね。ヘネシーさん。はい。で、ラストもいいです。はい、クリンスマン。モーメンツの音ですね。ワールドカップの、はい。3大会連続ゴール。ということですかね。はい。クリンスマン、最後も良かったですね。ヒット系はネイマールのパッチオート、でも3カラーでした。ペペちゃんのね、ジャンボパッチオート、4分割系、4分割系、非常に eBay でもプライスついております。ネイマールに行くか、どうするか、ペペちゃん、どうでしょう。4分割系、なかなか、出ないですからね。お客さんもね、あ、ゾウさん、ね、2回目 ?3 回目ぐらいでしたっけ、ゾウさんのやつ出たじゃないですか。あれ言っときゃよかったって今結構、はい、言ってる方、ね、はい、聞きます。ね、4分割系ほんとなかなか出ないんでね。どうでしょうね。はい。ドラフトリストは明日の夜8時までお願いいたします。送付先は Gmail アドレス。にお願いいたします。カードの画像は今から、スリーブ入れてローダー入れて写真撮ってでね、はい、やることは、はい、結構あるんですね。開けてるときは店長も楽しいんですけどね、はい、早く画像を上げなきゃと思ってもね、30分ぐらいかかっちゃいます。2回戦ですからね今日ね。はい、まあ9時半ぐらいまでには画像を上げます。はい、なるべく早く頑張ります。はい、遅くなっちゃうとね、皆さん明日お仕事ですからね。はい、じゃあ、今日はこれで終わりたいと思います。46回目もぜひよろしくお願いします。今日も2回やりましたけど、メッシとネイマールと、ペペちゃんということでした。はい、ありがとうございました。